ようこそデータサイエンス研究所へ。はい、今回はですね、バス解析について解説していきたいと思います。はい、今回の流れなんですけど、まあ、バス解析、まずモデルの概要について話します。モデルの目的だったり、実装結果もいきなりやっちゃいます。で、この辺は探索的因子分析とか確認的因子分析を見てれば、まあ、大体わかると思います。で、次にモデルの内容について話すと。まあ、モデルと分散共分散行列。ここでも、探索的因子分析とか確認的因子分析みたいに分散共分散行列で最終的にパラメータ推定をしていくので、それについて解説していきます。はい、でこのパス解析、今回はパス解析なんですけど、まずそもそもモデルの目的っていうか、その今までいろんなやったやつと比較するんですけど、まず重回帰分析って言ったら、こうやって X1、X2、X3 とか要素があって、それに、まあ、それをこう Y 予測するようなものを考えていきました。で、探索的因子分析では、こういった X1、X2、X3 というデータに対して、まあ、この因子があるんじゃないかっていうふうに仮定して、こうやって矢印をつなげていきました。で、確認的因子分析では、まあ、要はこっちと変数自体は一緒なんですけど、こう矢印を限定して、より限定して、それが合ってるかどうかみたいなのについて解説していきました。で、パス解析は何かっていうと、まあ、これ、どっちかっていうと、このこっち側の2つっていうのは、潜在変数、要は、本来得られていないその変数っていうのを仮定してると。で、こっちはまあ全部得られた変数でやってて、パス解析はこういう、まあ、得られた変数を観測変数、こういう、まあ、なんか丸っこいっていうか、まあ、得られてない変数を潜在変数ってしたときに、パス解析はその観測変数のみで、それぞれの関係を矢印で引いて、それぞれそのどの変数が、どの変数にこうどのぐらい影響しているのかっていうのを見ていくのがパス解析になります。ですので、まあ、どっちかというと確認的因子分析に近いのかなっていう気はします。で、その重回帰の要素ありますよ。こことここは、この2つの変数からこの1個を予測しているので、重回帰の式ができますし、みたいな感じで、まあ、要はいろんなやり方、もう要はその潜在変数とか観測変数とかいろんなつなげ方があるよっていうのがこれでわかると思います。はい、続いて実際に実装した結果なんですけど、もうこれは探索的因子分析、確認的因子分析からわかるように、もうそれぞれの、あれですね、この係数の部分、要はこれかけるこれ、足すこれかけるこれ、足す、まあ要は誤差が入ってこれになるみたいな感じなんですけど、まあこれの例としては、要は例えばこの微積分、線形代数、ニューラルネットワーク、機械学習っていうその、まあ、テストがあって、そのテストのデータがあったとしますと。で、それぞれの変数、要は微積分と線形代数が基礎で、まあ、この2つの点数っていうのがニューラルネットワークに関係してるんじゃないか、で、さらに機械学習にも関係してるんじゃないかみたいな仮説を置いて、それでそれぞれの変数のまあ影響ですね、影響っていうのを調べていったみたいな感じになります。ちなみにこれは全部そのスケーリングして、まあ、要は標準化してこの係数を求めてるって感じですね。これでそれぞれ比較することによって、どの変数からの影響がこう大きいかなとか、誤差どんぐらいかなとか、それぞれのその誤差の関係とか、まあ、ここの関係とかっていうのが分かるようになっています。はい、でちなみに後から出てくるんですけど、こういった矢印がこうあるもの、これを内性変数って言います。要は、その変数に対して矢印がこうブサッて刺さるものを内性変数って言って、こういうふうに何も刺さってないもの。まあ一応これは両方向の相関を見てるだけで、特に何かから影響されてるっていう線がないもの、こういうのを外性変数って言ったりします。この内性変数と外性変数は後で出てくるので、ぜひ覚えておいてください。で、ちなみにこっちはもう確認的因子分析の時と解釈一緒です。それぞれのこのパスのこの係数の値と、あとその P 値。で、あとはこの、あれですね、コーバリアンシーズで、この関係性のやつも出てきて、まあ、共分散ですね。と、あとは分散、それぞれこことここの、まあ、分散、誤差の分散っていうのも出てきて、それぞれのピーチも全部出てる。なので、まあ、要はこれで大体、あ、ここはこんぐらい影響してるなとかっていう、で、こことこここんぐらい関係してるなとかっていうのがわかります。はい。で、ちなみにこれも確認的因子分析みたいに矢印を自分で仮定してるので、モデルの当てはまりっていうのを確認する必要があります。で、まあそこで注意なんですけど、当てはまりがいいからって言って、それがいいモデルかっていうのは難しいんですよ。どういうことかっていうと、この矢印の方向を変えたりしても、でも同じようにいいモデルができたりするんですね。要は、同じぐらいの評価ができるモデルが何個かできたりすると。そうすると一概にこれ、この仮説が正しいねって言えないので、いろいろなモデルの矢印方向とかを試した上で、モデルの評価をしていくといいと思います。はい。
それじゃあ今回のモデルの式なんですけど、まあ、要は今回この変数を参考にします。この矢印の方向のものを参考にします。要は x1、x2、x3、x4 とデータが得られていると。で、矢印方向をこういうふうに仮定します。で、ここにまあちょっと相関があるよっていう仮定もあるんですけど、この式どうなるかっていうと、x3 イコール a31x1 プラス a32x2 プラス e3。で、この x4 も同じように、まあ、要は重回帰の式みたいな感じですね。で、係数のこの下付き文字については、この1から3に行くなら31、2から3に行くなら32みたいな感じで、まあ、今までと同じような係数の付け方をしてます。で、この X3 に対する誤差なので E3、X4 に対する誤差なので E4 みたいな感じで、こういうふうに、まあ、要は重回帰の式が2個みたいな感じでできます。で、ちなみにこの X3、X4 は標準化した値と仮定するので、まあ、要はその、いつもここだったらこのベータ0みたいな感じで、この要は変数、なんていうんだろう、切片に当たるようなものがあってもいいんですけど、標準化してるため、まあ、要は平均が0って仮定してるので、その部分を抜いて、まあ、重回帰に近い式を作っています。はい、それでは実際にこのモデルを行列表現するんですけど、これですね、これさっきの式。これさっきの式をこういうふうに表します。x イコール ax プラス e。で、このそれぞれの要素を見ていくと、x は x1 から x4。で、a はほぼ0ですね。ほぼ0で、ここにある a31、a32、a41、a42、ここだけ、まあ、a をやります。で、ここの x は、まあ、ここと一緒。この x と一緒の x1 から x4 で、この e、これは e1、e2、e3、e4 じゃなくて、外性変数、ここで出てくるんですね。x1 と x2 は、こっちの方向に、この矢印が来てない外性変数なので、外性変数と e3、e4。これを e ベクトルとします。で、これ実際にこの式と合ってるかっていうと、合ってるんですね。要はこの x1、x2 の部分を見ると、まあ、要はこの部分、これ全部かけても0なので、まあ、ここは上、ここの上2つは関係してなくて、これ結局 x1、x2 ですよね。なので上2つは x1、x2 イコール x1、x2 になっているのがわかると。で、下2つは x3、x4 それぞれイコール、ここの掛け算ですよね。x1、x2 と a31、a32。これが上の式を表し、上の式のこの部分を表してて、で、ここと一番下の式の掛け算というのは、x1 と a41 の掛け算と、x2 と a42 の掛け算。まあ、要はここの部分を表している。で、最後、この e3、e4 を足せば、この式を表すことができると。つまり、パス解析において、まあ、要はどういう矢印が来ても、こういうふうに統一的に表すことができます。要はこの1から、このどっかからどっかに伸びてるなら、その部分の a とかをやって、まあ、外線変数と誤差の部分のベクトルも考えれば、まあ、要はパス解析のどの部分の矢印をこうつなげるモデルを考えても統一的にこれで表せられるっていうことを知っておいてください。はい、そしたら続いてですね、分散共分散行列、これさえ求めちゃえば、あとは最優推定法とか最小二乗法でパラメータを求めることができると。で、これの分散共分散行列を考えていく前に、まずは x の表現方法についてやっていきます。まずこの x イコール ax プラス e、 これはさっきこのパス解析の、まあ、どういうパス係数っていうか、まあ、どういうそのパス図をやったとしても、まあ、どういうふうに矢印を結んでもこれで統一的に表せるよっていうふうな話をしました。で、これについての分散共分散行列を考えるんですけど、まずこれ左に i をかけます。まあ、単位行列ですね。単位行列をかけてもかけなくてもまあ一緒なので、で、これでこの ax を左に移行すると、そうするとこういうふうに i-a の x イコール e になると。で、これの逆行列を左からかけると x イコール、そしたら i-a の逆行列 e になると。で、この部分を large t の行列っておくと、x イコール te っていうふうに表すことができます。はい。もう x イコール te って表したらもうほとんど勝ちですね。もう sigma イコール、あと e のこの xx 点値の期待値を求めれば、これ分散共分散行列です。まあこれ前回 x-mu かける x-mu の点値とかってやってたんですけど、まあ平均0なので、その部分は省きました。で、これ xx 点値の期待値を求めると、これ te 代入していきます。そうすると te 点値 t。の点値になると。で、これ、t の部分は関係ないので、e、t の部分は、まあ、なんて言うんだろう。確率変数じゃないので、外に出すと。そうすると、e、e 点値の部分になると。で、これは、この sigma e。まあ、要は e の分散共分散行列になるので、結局、t の sigma e の t の点値。これが分散共分散行列になると。で、これをもとに、あとはパラメータ推定していけばいいわけです。まあ、それの詳細については省きます。はい、今回のまとめですね。パス解析。まず、モデルの概要で、まあ、モデルの目的。要はいろんな重回帰分析、探索的因子分析、確認的因子分析とかとの、まあ、違いっていうか、いろいろ相対的に評価して、これがパス解析ですよ、みたいな話をして、で、そこから実装結果ですね。もうこれはもう確認的因子分析の時とほとんど一緒です。
で、次にモデルの内容としては、そのモデルの式っていうのを行列表現とかでやって、最終的に分散、共分散、行列の目的、なんていうんだろう、の求め方について話していきました。はい、いかがだったでしょうか、パス解析について。もしよろしかったら、チャンネル登録、高評価、コメントをぜひぜひお待ちしております。それではまた、バイバイ。After all this time